はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回はポケットの中の戦争、こちらをやっていきたいと思います。まあね、あのポケットの中の戦争もね、あの見てはないんですよ。なので G ジェネとスパロボあたりの、まあ、知識だけで来てますというところで、じゃあやっていきましょう。ステージ1、少年の瞳に映るもの。宇宙世紀 0079 12月、後に一年戦争と呼ばれる地球連邦軍とジオン公国軍による戦いにおいて、ジオン軍はオデッサでの敗北とジャブロー降下作戦の失敗により地上における戦力の大半を失っていた。もはや地上の戦局が連邦軍へと大きく傾き、戦いの舞台が空へと移りつつあったこの時、地球の最北端の地である北極でジオン軍のある作戦が行われようとしていた。 RX78NT1 アレックス、通称出来損ないと呼ばれる未だ未完成のこの新型機は、連邦軍がニュータイプの使用を前提として開発しているモビルスーツである。ジオン軍はこれを排除すべく特殊部隊サイクロプス隊を北極オーガスタ基地へと派遣した。戦場に赴く彼らサイクロプス隊は、敗色が見え始めたジオン軍にとってこの作戦がどれほどの意味をなすものなのか分かっていたのかもしれない。だが一兵士として戦うことしかできない彼らに、そのようなことは関係がない。ただ戦争という現実があるのみである。そしてこの出来損ないをめぐる戦いは、地球とは遠く離れたスペースコロニーに住むごくありふれた少年をも巻き込んでいく。戦争に憧れを抱いていた少年の瞳には、戦場に向かう兵士たちの現実と真実の戦争の姿が映るのだった。少年の瞳に映るもの。今回は地上戦になるかな。ちょっと最近宇宙が多かったんで編成を変えなければいけないかもしれないですね。迎え酒って何？俺酒飲まないからよくわかんないんですよね。アルコールがね好きじゃないんですよね。基本的にカシスオレンジとカルーアミルクで、まあ毎回飲んでますね飲むとすれば。ビールとかね苦くてね、全くうまいと感じないですね。海底通路とかすごいよね。よく浸水しないよね。てかリフト周辺には特に警戒態勢はないのかな。防衛ライン。
おお、それなりのモビルスーツがいるね。戦場のプロ、サイクロプス隊だ。ミッションスタート。前半戦か、3ターン以内にアンディを目標エリアに到達できるか。え、こいつらはどうすんだ。これ多分進むと、あ、てかもうすでに配備されてるし、どっちかからだよね。どっちも変わんないと思うんだけど。ってことはこれあれだな、きちんと攻撃を当ててチャンスステップを使っていかないとちょっと厳しそうだから、セーブをしよう。イベント条件、3ターン以内にアンティの目標到達でしょ。え、上はどうすんの。目標到達したらまた戦闘が継続されるのかな。とりあえずじゃあ一旦ちょっとだけ進んで、お互いがお互いを援護できる距離に入ろう。来ないね、ジムも来ないね。とりあえずこれで攻撃を仕掛けておいて、ビームカノンでいいかな。戦いをろくに知らん素人がさせるかよ。4300。おお、もう一回当てておかないとあれか。で、上は別にいいでしょ、来るまで待っといて。来た来た来た。で、反撃しておこう。支援反撃でしょうか。あまり時間がないのでな、一気にやらせてもらうぞ。食らった。4200の4230で、これもビームカノンで反撃しておこう。おお、ギリギリだな。160って。で、進めるだけ進んで、ハンドミサイルユニット当てて 65%。 これは確実にセーブをしておこう。もうここまで来るともう運だからね。当たるか外れるかの運だからね。外れたここだと届くかな。ハンドミサイルよりビームカノンの方が命中率高いよね。で、確実にいけねえし無駄だな、無駄な時間を過ごしたな。これさ、左側のジム何してんだろうね。ここで戦闘が行われてるけどさ、あー敵来ねえなー、暇だなーみたいな通信を取ったらもうこのジムはやられてるからね。お、敵いたかーみたいな。俺通信ができねえ通信機の故障か。リフトに到着、これから地上に向かいます。引き続き警戒を怠るなよって。ジムがまだいるんだけどな。左のジムが一番間抜けだよね何も動かないでさ、侵入されてるから。お前は何をしていたって絶対怒られるよ。出来損ないが見当たりません。出てくるんだ。
まあ、戦場はもう宇宙だからね。ロケット弾の使用を許可する。え、ロケット弾ってそんな重要なものなの？マクロスでいう反応弾的な。俺が援護する。全然遠くにいるんだけど。いやー、発射されてしまったよ。しまった。宇宙世紀0079、12月13日、サイド3じゃなくてサイド6。チャイムはいつまで経っても同じ音色なんだな。今日はハンバーグだぞ。合成タンパク美味しくないのかな、ハンバーグ。まあ確かにね。いや、物資はね、なくなっちゃうんだよ。すごいもんってなんだ。じゃーん。階級証本物だぜ。誰の？もらったんだよって何？そんな簡単にくれんの？連邦にモビルスーツなんかあるわけないのに。そうだよ、今はあるんだよ。ジムがいっぱい。サイドセブンに運ぶ連邦のモビルスーツ。黒くてでかかったなってなんだ？何のことだ？連邦に黒いモビルスーツなんてあったっけ？いや別にさ、信じてもらわなくたってよくね？取っちゃダメだよ、少年よ。機密情報なんだから。階級書やってもいいぜって。人から人に渡るな俺の階級書がこんなあるという少年の手に渡るみたいな。スーツが入ってるもんなの？コンテナちっちゃくね？モビルスーツ入んない気がするんだけど。
スパイ活動でスパイ活動、子供をスパイにして情報を手に入れてるんですよ。ほらこうやってね、連邦のおっさんもねチェックが甘いんですよ。しかもペラ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 喋んなこいつら民間人の前で。おお、クリスチーナ。年上相手に呼び捨てか。教育がなってないな。あの格好は何を教えているんだ。ちゃんと解説してくれてるね。政府関係の仕事で行ったクリスなのみたいな クリスマスパーティーか。今年は金曜が祝日で、土曜が24日で、25日がクリスマスと。まあなかなか混みそうな感じのクリスマス日程ですよね。まあ俺は24日仕事だけど。まあ確かにね、子供の時はねそう思うんすよね。なんだ、絶対今のさビルぶっ壊れるでしょ。お家に帰るっていうかさ、お家は安全じゃないでしょ、どう考えても。絶対避難した方がいいと思うんだけど。デビュー戦、戦略的撤退だな。宇宙港めっちゃ広。え、で我が軍は何をするの？いまいち話が飲み込めないんですけど。なぜか連邦軍がいっぱいいるんだけどなんでこれ。しかもさ、グレイファントムってペガサス級じゃん。何も積んでないけど、まあいいや、とりあえず出撃するか。宇宙だったな。北極での戦闘に駆り出されるかと思ったら、あれは前半戦でしたね。バーニーが目標エリアに到達。バーニーは交戦せずに目標エリアに到達できるか。あれ？なんかさ、確かバーニーが2回戦闘するっていうのがね、なんかの条件であった気がするんですよね。唯一解放だな。まあいい。てか連邦が敵か。ターン目はとりあえず待つか。無理に出さず。
ブライトさんとかもね鍛えたいからね。結構距離あるね。大丈夫かこれ、追いつかれそうな気がするんだけど。でちょっとサイコハードの実力を見ましょう。まずはタックルを仕掛けよう。一応支援も入れて2回。一気に攻めます。攻撃開始です。狙いを絞れ。確実に落としていくぞ。狙いはあいつよ。一気に叩く。でかっしかもめっちゃ強い。で、まあ、どうせだったらハロドリルパンチもちょっと使ってみよう。ハロドリルパンチも使って帰ろう。ああ、ここはあれが入らないのか。援護は、あ、間違えたまあいいや。2万3000とかさ、結構エネルギーもあるねサイコハロは。でブライトさんのレベルを上げたいからビグザムでいこう。入らない。射程2が穴なんだな。よし、 OK。 ここはまた進むか。今回はまあ別にターン制限とかはないからね、急いでこいつを脱出させればいいだけなんだけど。おーおーおい、マジかよー、初見殺しだな。お、攻撃はしてこない。これ確かね、移動力アップとかね使えるんですよね。こいつは持ってない。指定したユニット移動力1上げるみたいなやつ。もう一回出よう。そろそろ光線に入るな。でザクは逃げる。移動力が同じであれば、まあ、追いつかれることはないんだけどね。本当はね、戦艦で一発で倒せればすげえ楽なんだけど。そっか、こいつカウントシャンプーの方が強いんだ。エネルギーちょっと使うけど、あ、もう買わねえわ。ミサイルにしよう。あ、エネルギーアップつけよう戦艦に。そうすれば大丈夫そう。よし、アレックスで支援をかけよう。戦艦のレベルアップに努めよう今回は。レベルアップ19レベルで帰ろう。で頂戴する経験値を。さてザンジバル、ここはジョニーライデンだな。
真紅の稲妻、その目にしかと焼き付けるがいい。テンションアップ、そしてレベルもアップ。カモンさん4レベル、未来や島も4レベル、アニーも4レベル。気合い、まあ、戦闘には出さないからね。ただ大型機乗り、なるほど。これ XL とか以上のものに乗ると能力が上がるみたいな。 74%、 まあ大丈夫でしょう。いいね、ブライトさんもテンションが上がっていくよ。大丈夫本当追いつかれない。これだけ囲まれてよく逃げ切れるよな。ただそれもまたすごい。なんか怖いんだけど。ちょっと先にザクの様子を見よう。移動力5、これやばくね。移動力5、同じか。おいおいおい。こいつが動いてきたら終わるんだけど、まあそれはしょうがない。戦艦の射程にはなんかちょっと入りそうだけど、戦艦は積んでないね、モビルスーツは。来た、襲ってくる。おお大丈夫だ。さて逃げるか。じゃあな。よし、ここから一気に。おお、いいね、流れた。ザクがやられた。深いな。しかもこれだけ。ここのステージは全然難易度低そうですね。まあせっかくなんで、じゃあ経験値になってもらいますか、こいつらは。だってあとこれを排除すればいいだけでしょ。しかも攻撃してこないし。さらにさ、ちょっと回避しよう。おお、ボールが、ボール全員排除しようかな。じゃあこれはサイコハロのハロドリルパンチ。2万くらい当たるよね、サイコハロだもん。運がなかったな。悪いがこれで終わりだ。狙いはあいつよ。さっさと叩き潰しな。おお、看板に直撃した。生きるために俺は戦う。うブリッジが。ここまでか。なんだと、こんなことが。2万7000か。でもチレブで1000曲も必要なんだ、経験値。
ちょっとアレックスを鍛えていこう。ビームライフル、おお、届かん、届かんっていうか、トリオさん型ビグザムのメガ粒子砲プラスザンジバルの一応加工射撃いっとこう。これで6300、全然ダメだ意外にビグザム火力がなかったな。ビグランク出すか、ちょっと待って、あ、大丈夫か。ガトリング砲でっか、マジでビグランゲル よーし、レベルアップ、6レベルか、ようやく。ついて20レベルくらいにはしたいよね。完璧と処理機はまだ両方入るんで、2変えて、ガトリング砲でジムスナイパーを倒そう。で帰る帰り方が難しいんだけど、よし、でこいつはちょっと進もう。キャリーベース、やっぱり移動力がザンジバルと比べて少ないんだな。反撃しておけば次のターンで倒せるから、ボールとかさすがに射程が長いな。ビグザムを狙って、ゲー、ビグザムの射程外だ、やるな。これがボールの実力か。アレックスで倒そう。そしてあのボールもできればな、仕留めておきたい。こういう暗黒キャラクターってね、意外にね経験値高いんですよね。でビルダム帰って、ザンジから少し前に出るか。こいつが体調期か、1万1000くらいだったの、ヒットポイントが。でこいつ7000だから、てかボールの射程ってほんとすげえな。ジョニーライデンで倒せるか、まあ、このボールはどう考えても大丈夫でしょう。2発当たんなきゃダメか。でもまずはちょっと攻撃力が200になるのでは。ジョニーライデン、お、ザンジバル自体のレベルが上がったね。よし、エネルギーを上げていこう。ノエルちゃんがレベルアップ。このボール、どうだろうな、ロケットランチャーが当たれば倒せそうな感じはするけど、そうするとこの2発が当たるのは必須だな。外したか、しょうがない。グループ攻撃で倒そう。いや待って、後ろの陣も先に攻撃してからにしよう。77だからエネルギーに気をつけないとね。クリトン出して大型ミサイル、15か、意外に使わないな。で大型ミサイル、これも支援を入れよう。かわされた、若
干火力不足な気がするぞこいつ。47か。もう一回ビッグラング出すか。マットヒーリーもね、レベルを上げていかないと。てかマットヒーリーのモビルスーツを用意しないといけないんだよな。でここからグループ攻撃で、でもグループ攻撃の経験値って人がいればいるほど分散しちゃうのかな。まあでもレベルは上がってるね。こちらレベルの上がり方が一緒だな同じ経験値の形してんのかな。おお、いいね、レベル上がっていく。帰ろう。帰れないマジでこいつの帰り方がいつも迷うんだよね。攻撃できる？できない。ミサイルは？あ、入るね。ミサイルが入るってことはアレックス指揮範囲内にいないといけないかな。ギリギリだな。ユニットのレベルがアップ。なんだかんだでもう14レベルか。ってことは初期値と比べてだいぶ能力上がってるよね。一回に4上がるからね戦艦は。攻撃できる？ミサイルが入るか。よし。でもブライトで倒したいからねこっちの戦艦は。他に能力ができないかさすがに。で一回ちょっとピンポイントを入れておいて23000。おお、いい削り具合だ。さてスキル、ないね。経験値よくね、スキル忘れるんだよね。艦砲射撃にするか。どうせならどうせならってなんだって感じだけど。艦隊戦だ。射程圏内に入りました。前方の敵に集中攻撃だ。他には目をくれるな。敵を迎撃してください。うわレベルアップ。いいね。ニュータイプ。え？未来ってニュータイプだったの？知らなかった。言ったんだ。もしかしてこのザクに乗ってたんですか？やられちゃったんですね。言いたいとこつきやがって。僕モビルスーツ初めて見たんです。ちょっと触らせてもらってもいいですか？いいわけないだろ。そうだよ、お願いします。ちょっとだけだから。めちゃくちゃ煮詰まってるとことかあるからね。ダメだって言ってるだろ。それにお前みたいなガキの相手をしてる暇はないんだ。さっさとお家に帰れよ。やだよ、ザク触らせてくれるまで帰らない。たく、しょうがねえガキだな。好きにしろよ。触らせてくれるの？やった。その代わり今日ここで俺に会ったことは内緒だぞ。うん、わかったよ。うわ、すっげえ、本物のモビルスーツだよ。
おお、ブライトさんが1位だ。オリバー・マイ、ハーディ、ガブリエル、アンディ。オリバー・マイなんでだ。整備兵が200以上か。で、特には捕獲はしてないんで、サイコハドってなんかある？うわ、なんかあるね。サイコロガンダムとかあんのかな？ここら辺のモビルアーマー系が全くわからん。ま、一応じゃあレベルは上げるだけ上げていきますか。設計は前見たもんね。何もなしか。はい、というところで、じゃあポケットの中の戦争第1話はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。